天使のウィンクいいてたただきましたではこの「天使のウィンク」も選んだ理由は何でしょうか、はい、えっ、ー、とですねこれは、えー、と歌うたびにこうドキドキするすごい思い出の曲なんですけれども、はい、実はですね あの舞台女優になりたいっていう話はいろんなとこでしてるんですけれども、はい、あの劇団を受けた時に歌のテストがありまして、はい、その時に選んだ曲なんですよ。<ー>でその時に私が歌った曲なんですけど舞台でのっていうことだと思ったので私がその時に選曲した理由っていうのが。はい このの曲は天使と女の子ってて登場人人物が2人出てくるんですよね同じ1曲の中で。で「私」っていうのとか「僕」っていうのが出てきたりとかするのでそこが劇的かなと思ったりとか、うん、あとその時に確か練習するためかなんかでカラオケが必要だったんですけど。はい あのいろんなあれで知ってる曲の中でカラオケがあるのがこの曲だけだったのかもしれないなって今思い出したんですがなんかあの他の曲でどうも自分の知ってる曲でしっくりくる曲でカラオケが手に入る曲がなくてですね確かそれで選んだのかもしれないだけどね難しかったんですよこれ。難難しししそうですよねいかもあの地声を 聞くために歌があったんですって後から聞きましたら、はい、要するにこうやって話したりとか役をこう演じちゃうとどれ声がその人の本質の声か分かんなくなっちゃうじゃないですかあ、はいうん、なので歌のテストっていうのもあって声量とあと声質とかそういうの見るためだったと思うんですけど今から思えば、はい、なので私は ほんと今気がついたんですけど選曲間違えました、ね、<laughs> <laughs> その時のオーディションで <laughs> そういう ことだとしたら、もう選曲ミストしか言いがないというか、<laughs> こんな難しい曲なんで選んじゃったのって感じですかね。えー、難しいから帰って良かったかと思ったんですけど、でも自分の持ち味を生かすという意味では全然違ってたかもしれなかったので。ああそうですか。うん、多分。だってすごい張り上げて歌った記憶がありますもん。ああ<ー>。うん、ほら、だってアカペラに近い状態っていうか、アカペラだったと思うんだけど、アカペラじゃなかったのかな。 でも最初こう入るところとかこう、ええ、ちょっと静かな感じですよね、うん OK、があっても、うん、今回も。今回はですね、はい、あのいつも結構元気めにというかしっかりこうこの曲を歌うたびにその時のオーディションがこうお <laughs> 会話見れてもドキドキしながら毎回オーディションみたいな気持ちになっちゃうので、はい、それは全然こう考えないようにして今回はこの「天使と」 女の子とのこう。関係とかうそういうのに重点を置いて、あの初めてちょっと。気楽に歌えたという気楽じゃないんですけど、全然 <laughs> <laughs> あの楽しく歌えたかなっていう風に、<ー>うん。この曲、私にとってのこう。運命的な曲になりましたね。<ー>きっと運命だったんでしょうね。そのオーディションに落ちるのが <laughs> あそうなんですか？<laughs> だって今の仕事への出会い。 だったんですもんきっとああなるほどうん,うんな、ね、いろんなことを思い出してしまう曲ですこの曲は、はい、じゃあオーディションでもちょっとドキドキしながら歌ったけど今回また改めてはい違う感じでまた歌えたんじゃないかなと、ねはい、そうですねええーはい、です <laughs> <laughs> 何がだろう <laughs> はいでは次の曲「悪女」をお聴きください。